ハロー、どうも、皆さん、こんにちは。のんびりでございます。はい、で、今回なんですけれども、今回はネタ不足というのもあって、今回私のメイン PC である、パソコン工房で昨年購入いたしました BTO PC の紹介をしていきたいと思います。今回紹介していく BTO PC なんですけれども、飯山製の Core i9-9900K、の、搭載したパソコンだったんですけれども、パソコン工房で同じ時に RTX2070 を購入し別途つけていただきました。一応保証ありということで若干安心していたんですけれども、結構後々容量不足とか簡易水冷の冷却不足が目立つようになってきて、今はこのようなずっと開きっぱなしの状態となっております。では早速起動させていきましょう。電源ボタンはこちらになります。よいしょ。ではスイッチオン。まあさすがに新品なので無事起動してくれないと困るわけですけれども、たまにここで起動が止まることがあるんですよね。で、録画しようと思って録画したらなんか正常に起動するっていう、結構なんかよくわからないんですけれどもはい、ということで無事起動しました。早速タスクマネージャーを開いてみたいと思います。はい、こちらがタスクマネージャーとなります。しっかり Core i9-9900K と書いてありますね。はい、こんな感じで CPU は8コア16スレッドとなっております。お次はメモリに行きます。メモリは 32GB となっておる、いるんですけれども、元から刺さっていた 8GB×2 枚の後に、あ、間違えました。合ってる。8GB 2枚の後に、16GB のメモリを1枚刺して合計 32GB となっているので、デュアルチャンネル動作はしません。で、次なんですけれども、元から不足していた M.2SSD IO データの 480GB、 こちらをメインディスクとして使っております。その次なんですけれども、ハードディスク10年前の 250GB で、さらに、480GB の SATA SSD を搭載しております。で、グラフィックボードは先ほど言った通り RTX2070 スーパーではなく無印タイプです。買った直後にスーパーが出て少し腹が立ったのは内緒です。ではお次、クリスタルディスクインフォを見ていきます。 IO データ SX8200NP 480.1GB、 特に問題はありませんね。でも1年でこんなに使用時間が伸びると結構心配になってくるとこはあります。お次、10年前のハードディスク使用時間が8263時間、電源投入回数3096回と、なかなかたくさん使っていることがわかります。それでもまだ1万時間超えてないのでなんとか生きてくれてると思います。ではその次、こちらキングストーン製 SUV500480G480.1GB、 こちらも339時間、電源投入回数186回と一番新しい SSD となっております。はい、次していくのはシネベンチ。やっぱりこれは定番ですし、性能を見る上で必要不可欠だと思います。はい、今はシネベンチ R15 を起動させました。では早速 OpenGL の方から測っていきたいと思います。今回の、こちらの BTO パソコンに載っているグラフィックボードは、先ほど言った通りに RTX2070 フロート指向のものとなっているんですけれども、やっぱりスーパーとか RTX2080 とか RTX2060 スーパーとかと比べてどれくらい性能差があるのか、やっぱりこれ重要だと個人的には思うんですよね。なのでやっぱりそういうのを知るために今回はシネベンチ R15 を最初に回したわけなんですけれども、
その後もファイナルファンタジーやドラクエベンチ等を回していろいろ見ていきたいと思います。なので、少々長くなってしまうと思うんですけれども、長時間見ていただけると幸いです。はい、シネベンチ R15 オープン GL の結果は 155.82fps となりました。次は CPU 買っていきたいと思います。最近の8コア16スレッドだけあってなかなか早いですね。個人的にはその後すぐに 9900KS が発表されて、よく9900クソとかって呼ばれたりするんですけれども、個人的にはとても欲しい CPU の一つです。 5GHz で、動く8コア16スレッドはかなりロマンがあると言えます。 CPU、スコアは 2040CB でした。まあこんなもんですね。次はシングルコア、こっちはなかなか時間がかかると思います。しかしインテルの CPU はやはり、シングルコアもかなり優秀と、聞く通りそのままの言葉じゃない、そのままなので、かなり優秀と言えると思います。もともとコア2デュオを最初使っていたんですけれども、その時だとやばいほど時間がかかっていたんですけれども、今回はとても早く進んでおります。それでもやっぱり時間がかかりますね。少しカットしたいと思います。はい、気づいたら終わってしまっていました。 CPU のシングルコアは 213CB 120mm 簡易水冷でしか冷やしていない状況で、これはなかなか優秀だと思います。ということで次は定番ドラクエベンチを回していきます。まあもちろん設定は最高品質の1920×1080 フルスクリーンで回します。はい、ということでこちらも長いので最後の方までカットしたいと思います。はい、もうすぐドラクエベンチ完走します。スコアは今のところ23000、25000には到達せず、結構厳しい感じですね。意外と性能はいいのでいけるかなと思ったんですけれども、最高設定で 1920×1080 のフルスクリーンだとやはりパソコンにも限界があるようです。といってももう1世代以上前の CPU になってしまいますしね。まあ結構厳しいものはあったのかもしれません。それにしても1年で23万円が結構ここまで落ちてしまうと若干悲しさも感じます。スコアは 23,953、 評価はすごく快適となりました。まあこんなもんですかね。ちょっと残念な気持ちもあるんですけれども、まあしょうがないと思います。まあ裏で動いているソフトを切れば若干上がるかもしれません。次はファイナルファンタジーをやっていきます。品質は高品質 1920×1080、 そしてフルスクリーンでやっていきます。 GO!Now loading。 こちらもしばらくしたら飛ばします。はい、始まりましたね。
意外と快適に動いております。なぜか動画に撮っていると若干チカチカしてしまうんですけれども、それは気にしないでください。今のところスコアは2800、2900、意外といいスコアだと思います。ではまたまたカットさせていただきたいと思います。はい、もうすぐ FF ベンチも終わりそうです。スコアは全然伸びず、今のところ 13500 程度、結構期待よりは低かったです。これを、9900KS の RTX2080Ti 等でやってみるとどれくらいベンチに差が出るんでしょうか。 9900KS って意外と持っている人が少なくて、動画投稿している人なんてもう本当にごくわずかなので、意外と結果を見ることが難しくて大変です。はい、ということでベンチマーク終了です。スコアは1万5000は超えることができましたが、個人的に目標としていた1万7000は超えることができませんでした。非常に快適といえど少し残念です。はい、まあ、結果はこんな感じでした。最後に最初から搭載されている M.2SSD の速度を測ってみたいと思います。Let's go。 とりあえずリードの方なんですけれども、 2828.4355.8、 まあ、予想というより期待値通りですね。おそらくどんな M.2 の SSD もこれぐらいの速度の記載だと思います。その次 496.5、 やっぱりハードディスクと比べると比べ物にならないですね。はい、その次が 58.78、 これでリードの方は終了ですね。はい、次 793.4、 これは なんか低くないですか。これ多分記載と全然違うと思うんですけど、実際にこのスピードはダメじゃないか。次 558.5、 これ大丈夫。次 425.3、 これはまあ普通ぐらいですよ。なんか速度に若干おかしい感じがするんですけれども、とりあえず終わりましたね。結構不思議感が残っているんですけれども、とりあえず完走しました。まあ左側はどう考えてもこれぐらいだと思うんですけれども、右側がこんな遅かったっけなと、感じています。最後に、普通のゲーム試してみたいと思います。はい、ということでこの画面まで来ました。設定を開いてみます。解像度は 1920×1080 の 16:9、 最大フレームレートは無制限となっております。
他にも、クオリティは全部こう Wi-Fi の都合上これ以上にすると次は Wi-Fi で死にます。 FPS の表示をオンに利用してみます。はい、FPS、右側上部地図の近くに映っています。190から200前後あたりをうろちょろしていますね。まあ、安定するところで止めていないので安定しないのは当たり前。しかしですけれども、まあいい感じにスコアというより FPS があるのではないでしょうか。実際に降りて少し戦闘してみたいと思います。しかし弱いので、すぐに負けてしまいます。まあ、それはご了承ください。はい、降りる時になるとだいたい150から170程度をうろちょろし始めます。かなりスコアが下がってますね。 30fps ぐらい減少が見られます。効果が落ち着いたんですけれども、たくさん人がいるせいか130から140あたりをうろちょろし始めました。かなりスコアに落ちが見られますね。止まったらどれくらいマシになるんでしょうか。はい、全部高設定で少し動いているだけでこれぐらいですね。200前後。あとこのパソコンなんか持病を抱えていまして、こんな感じで急に固まるんですよね。 Wi-Fi のせいかパソコンのせいなのかよくわからないのです、わからないんですけれども正直不便です。こんな感じでずっと止まられたらさすがにゲームだろうがなんだろうが支障が出ますからね。早々に治ってくれることを祈るばっかりです。お、いきなりデコイが出ましたね。これは味方を増やすことができるアイテムです。こんな感じですね。また固まった。固まるのはマジ勘弁です。敵はいないっぽいですね。この町に敵がいないってことも結構おかしいんですけど、いやでもそれにしても静か。 Wi-Fi のせいでこんな感じですぐにゲームができなくなります。よくこんな環境でライブしてるなぁと常々思うんですけれども、まあルーター結構思うより高いですからね、しょうがないっていう感じがあります。はい、ということで止まっていると 200fps ぐらいですね。195から 200fps ぐらい、これだけ出ればまあゲームに困ることはないでしょう。最高設定だと 144fps 程度が限界だと思われます。まあそれだけ出ればまだなんとかなるでしょう。まあでもあと3年ぐらいで引退かなという、まあそんな感じはしますね。23万円って意外とすぐなんだなと、実感しました。今回は全然敵に遭遇しないせいで意外と生き残れてしまっているという、こういう実験の時じゃなくて普通に遊ぶ時に生き残りたいと思うのは、僕だけではないはずです。はい、ということでフォートナイトの検証はこれで終わりにしようと思います。そしてなんと検証用の、対戦でリクロードを取ってしまうという治安が発生。いやこれ普通の実況とかの時に取りたいんだけどとか思いつつ、フォートナイトを終了します。はい、で今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画は、一部の人にしか関係ないとか興味ないという、まあ結構しょうもない内容だったと思うんですけれども、少しでも Y99900K の性能が知りたいという方や2070無印の方がどれぐらい使えるのかと思っている方の、お役に立てれば幸いです。つまり検証動画みたいな感じですかね。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。また見てください。高評価チャンネル登録もぜひお願いします。ではまた次回、さよなら。